こんにちは、ピカチュウ永井です。宇治中院物語の稚児の空音についてゆっくり解説をしているんですが、今回は最後の文の解説です。で、最後の文は非常に長いんで4回に分けて説明していこうと思います。今回はその第1回目です。こんな文です。この稚児定めて驚かさんずらんと待ちたるに、僧の物申しさぶらわん驚かせたまえと言うを嬉しとは思えと。現代語訳すると大体こんな感じになります。この稚児はきっと僧たちが自分を起こすだろうと待っていたところ、一人の僧がもしもし目をお覚ましくださいと言うのを稚児は嬉しいと思うが、こんな感じになります。要するに寝たふりをして待っていたところ、こう餅が焼き上がったんで、稚児も誰か起こしてくれるだろうと思って待ってたら、案の定僧が声をかけてくれたわけなんですが、それを聞いて嬉しいと思ったんだけれどもとね、思ったんだけど、こうどうしたのかというのはまた続きは次回ということになるんですが、この中でちょっとこう注意してほしい場所がいくつかあります。まずこちら、驚かさむずらむのムズラム。このムズとラムというのは、まずムズが水量の助動詞、そしてラムが現在水量の助動詞です。水量が2つ並んでいます。でこう大層面倒くさい感じがするんですが、もうここはこれはまとめてだろうと訳すということだけ押さえておいてください。この2つ並んでるからどうこうみたいな細かい話をしだすとキリがないんで、とりあえずムズラムときたらだろうと訳す、これだけで十分です。ムズラムはだろう、これをちょっと覚えておいてください。それから、物申しサブラワン。これ非常にこう簡単に、もしもしとだけ訳しています。直訳すると申し上げたいことがあるんですが、みたいな、そんなような意味になるんですが、大体こう、慣習上、もしもしと訳しちゃうんで、もうこれは、物申しサブラワンと来たら、もしもし。ね、この無は意思、何々したいとかしようみたいな意味を表す、無、意思の助動詞無がついて、これはもしもしと訳します。そしてこちら、このせです。驚かせたまえのせ。このせは、この驚かせの一部ではなくて、驚かとせで分かれます。こちらの驚かさは、驚かさまでで一つの単語なんで、ちょっと注意してほしいんですが、こちらは起こすという他動詞。この驚くは起きるという自動詞です。違う単語なんで、ちょっと覚えておいてください。で、このせなんですが、これは尊敬の助動詞です。私益尊敬のすさすという助動詞があるんですが、そのうちのすの連用形です。すさすは下に敬語が来ると高確率で尊敬になります。なのでこの場合、せたまえと来てるんで、たもうが来てるから、これはせは尊敬となる場合が多いです。もちろん例外もありますが、大体もうせたもうと来たら二重尊敬のせと覚えておいてください。非常に程度の高いとかレベルの高い敬意です。なぜこうね、僧が稚児に向かって二重尊敬を使ってるのかなんて、ちょっとこう気になる部分なんですが、その辺はちょっとあえて申し上げませんので、気になる人はいろいろなぜなのかというのを研究してみてください。というわけで、せたまえ、せたもうときたら二重尊敬というのをちょっと覚えておいてください。今回は以上です。続きはまた次回の動画でお話しいたします。ありがとうございました。